はい、皆さんこんにちは、ピカです。信長の野望革新やっていくよ。はい、前回はねもう大乱戦ばかりでしたけど、はい、上杉謙信も仲間にしたよ。よーし、まあでまあ落ち着いたらですね、また軍団、領地振り分けて勝頼軍団になるようにちょっと考えていこうかなと思っております。うん、一向になんか攻めそうにねえな。ここを攻めろって、まあ、指示は出してるんだけどね。うん、あとね、こう勝頼軍団落ち着いたらっていうのはどういうことかって言ったら、今ここ高水寺城から西の方に武将移動してるんですよね。服部半蔵だったかな。うん、あと北条綱成とかね。でまだ移動途中だから、ここを第2軍団に振り分けたら、そいつらも第2軍団になっちゃうからね。それ移動完了した時点でまた振り分けていこうかなと思っております。でこの塩釜港、ここのまあ、武将をね一覧、まず塩釜港にはちょっと待ってね、塩釜港にはちょっと待って、中心、塩釜港どこだ。ここじゃ2000か。まあ群馬2000か。まあいいじゃろ。まあ一覧で、一括選択。で、まあ、輸送隊に適したものはと。まあ結構みんなもったいないな。まあ全員連れて行こう。決定で、ここ、深志城。今前回ね、信玄を、まあ、どこだったか、観音寺城か攻めさせようかと考えていたんですけど、まあ斎藤家との同盟切れたんでね、まあその手前の斎藤からやろうかなと。今矛先を変えたとこなんですけど、まあここに謙信たちも持ってきて、まあ騎馬隊でどんどんなだれ込んでいこう。よし、ここじゃ。で、ここだよね。清須城はもうこれでよしと。ここが勝てるか勝てないかですよね。最悪ちょっと引き上げなければいけないかもしれない。やっていこう。敵部隊壊滅しました。よし、まあ、ちょっと待ってね。ごめんね、本当にちょっとね、もう、まあ、これはこれにしとけ。もう勝頼たちも動かさないつもりだから。で、石川城。あれ？あ、石川城。ああ、そっか。石川城、あ、石川城取ったのか。あれ？俺、ここ？え？ここじゃなかったかな。そしたら軍団じゃ、軍団どう見るんじゃ。委任じゃ、方針で、目標攻略。いやー、やっぱあ、ここ取ったんだな。今取ったんだな。取ってねえな。何やってんだお前、本当に何やってんだこいつ。早く攻めろ。よし、これでいい。まあやることはない。ここもちゃんと、うん、軍団の領地になってるね、ここなんでなってないんだ。こうなってる。ここ俺しなかったかな。まあそしたら軍団の領地にしましょう。違う。更新。ここか。違う。あれ、振り分けどうするんだっけ。編成か。これだ。はい。山上。山上くん。君にここをやる。で、ここはまだ移動中だろう。柴田城。ここもやる。まあ、これだけやるから、もうかなりの兵力、3万4000とかプラスなってるからね。1万4000もプラスなってる。もう圧倒的に、いけるはずだぞ。早くやるんじゃ。よーし。これで決定。OK。これで、はい。ここ軍団になってるね。よーし。で、岩出山城。こいつらも、今修復中なんだよな。まあ他はいらないから移動させておこう。一覧。どこにする？つついでいいわ。いけ。ほんともうね、こうくっちゃくちゃなってくるよね。何するんだっけいう感じでね。ほんとだからもう考える。まあこの時点まで来るとちょっと考えるのにちょっと黙り込む時も多々あると思います。これで OK。 これでよし。これ鉄砲調達できねえのか。技術いくつある。騎馬56、鉄砲23、築城内製はこれだけか。そろそろ騎馬もね完成させないとね。まあ進んでいけ。誰だ。敵部隊壊滅。ちょっと待って。どうだ。いや、ちょっと待って。くらえ。いや、お前大丈夫か。大丈夫そうじゃねえぞ。しまった、信長出せばよかった。大丈夫かな。あれ、あいつら戻ったぞ。戻っちまったぞ。なぜ戻ったんじゃ。まあいい。元康が行くまで。内政改築。鶴の君で行け。足利より同盟の使者が将軍家だな。足利は確か弓じゃなかったかな。まあ一応会ってみよう。兵器適正か。ならば人質に出すんじゃ。よし、三好より同盟。あ、三好は俺が結びたかった相手じゃねえか、あのエロじじい。本当に未成年をくれくれと言いやがって。いや、そしたらお前に築城技術を提供してもらおうか。まあそうだな、こいつらからね、持ってる技術じゃない特技か、戦法だな。戦法をね、習える時あるから、今それをちょっと確認してるんですよね。まあ、こいつだな。まあ、そしたら、こいつ、人質にくれ。よし。よしよしよし。池田輝正正景、おお綱元、あ、ここ防衛できねえのか。そしたら東大寺ね、左下に出てるよね。地点伊賀大和筒井東大寺ね。これは古墳か、全然違うか、古墳だよなこれ。王神天皇陵、はい、法隆寺とかあんのか。法隆寺どこだ。全然わかんねえからね、本当にアホですから。まあまあまあいい。あ、法隆寺これじゃねえか。え、これじゃな、五大寺、五大寺です皆さんね。五重の塔、法隆寺、あ、比叡山延暦寺、はい、これ以上探してたらアホ丸出しだからやめましょうね。え、本当にどうすんじゃ、こうじゃ、これでどうすっかな、違うぞ、こうじゃ、これで良いな。よし、暴れてくるんじゃ。もうこれでよかろう。鉄砲8000あんのか。まあ一応鉄砲も出しとけ。承知。よし、まあ三好と同盟結んだから早速交渉行きましょう。まず深市場、信玄ここに来たな。深市場で外交交渉できねえぞ。あ、今習得中だからか。竹の技術、あ、これか、わらじか。35日ね、分かった。よし行け。ここ信玄来い、早く。信玄じゃない、謙信。もう大名クラス持ちすぎてくちゃくちゃなってる。まだか。鈴木から知らん。死んで、本当に来たかな。あれ、照宗いる。ああ、そうだ、歩兵してるんだあいつ。やめて、これやめて、一時やめて。すぐ戻ってこい、謙信。すぐ戻って。お味方の部隊壊滅しました。わらじ。よし、これでいいだろう。出陣。待て、歩兵まず止めろ。うん、謙信、車係はまだ覚えてないね。まあ、この機会に、車係も覚えてもらおう。春宗、種宗。やっぱり、知略、種宗、賢いね。春ちゃん。おい、父ちゃんを超えるんじゃ。ならはるちゃんで、はるちゃんとおにちゃんでいこうか。てるちゃんも、てるちゃん、お前本当に政宗の父親か。それでもおにちゃんでいこう。よし、こぶじゃ。頼みましたぞ。信玄と謙信で稲葉山城を攻めるんだ。最強コンビじゃん知らん。よし、これでここ高水寺、武将情報、武将、違う、拠点、武将どこだ。ああ、そうか、信玄出陣してるんだ。はい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 、分かった。しかし本当に山上ちょろこいな。攻めねえな。まあ行こう。島の死ねえ死ねえは斎藤家より死ねえ死ねえ。突撃としますね。待て、耐久よりもじゃ先に。お前はそれでいい。違う、島目標鈴木じゃ。こいつ潰せ。承知。行け。跳ね返せ。よし。で、島の突進で一気に先駆けで行け。よし、潰せ。引っ込めろ。よし。あとは城じゃ。ありがとうござった。よし。に続け。ちょっと待て。お味方が城内に突入しました。この場面すごいですよね。一人残らず組み潰せ。やりおったな。キツツキで両方からわしづかみにして後頭部から車上がりとね、即死です。三好より交渉、はい、築城教えろ。はいはい、これ教えろ。オッケーオッケー。あ、なんか来ましたぞ。ちょ待って。謙信さん、力を見せてくださいませ。皆さんにまだ本気じゃないけどね、車がかりじゃないから。もうはっきり言って信玄よりも強いですね。謙信は本当にもう化け物です。本当に相手にしたら涙ちょちょぎれますから。まあ多分車がかりを覚えるではないでしょうか。東洋じゃ光秀で、はい、半兵衛最強軍師知略103、はい、8すかお前かならば政治高いやついねえか。お前じゃオッケー。まあ、深市場。これで、調達しとけ。まあ。で、人事異動。稲葉山に一覧で、必勝選択の、で、置いておくのは、君だ。で、君が輸送隊長だ。よし、決定。で、まあ早速輸送隊長に活躍してもらおうか。はい、はい、ご臨終、はい、そしたらもう謙信どんどん出陣させて車がかり覚えさせましょう。こいつなんかここに僕たちに牙むいてきたから剥き返しましょうね。剥き返してあげないと失礼に値するから剥き返しましょう。これねえ、ちゃんと向いてね、向きまくらんと。で、次はどうしよう。あ、やっぱこいつダメだったか。しっかり取れ。君たちで行くんじゃ。はい、行ってきなっちゃい。お任せくだされ。でここはこれ弓学ね、内政建設の、撤去。あ、公家か。あ、ここ地域的に公家とか作れるんだったね。公家は作りたい。公家は作るならこれ撤去じゃ。で特殊か。公家は特殊か。防御学者と特殊か。うん、特殊なのか。まあいい。そしたらたくみちゃんと牧場ちゃん、はい、作ってきて。でまあ金銭はこれでよしと。で兵糧水田、はい、よし。でまあ金作っとけ。よし。同盟、まあ本願寺か。三好とも同盟してるから、まあ今が国づくりチャンスですよね。よし、これで韓国は多分できないでしょう。鈴木できたちょっとなんで鈴木だぜ。なんだそれ。いつもなんか鈴木できなそうに見えるんですけど。鉄砲。まあここはそんなにも壊れてないね。うん。そしたら技術。鉄砲は31か。うん、まあまあ余裕。よし。うん。これで鈴木家と交渉。頼むぞ。頼む。よし。武田家に行くだろう。オッケー。重秀さんたちもらうねえ。オッケーオッケーオッケー。よし、明智光秀。なんか逃げろ知らん。これで信玄も移動したから軍団編成じゃ。あ、違う。義重たち、行孝もいるんだ。勝頼、お前、なれないか。違う。ここじゃ。で、ここもやる。ここもやる。よし。で、軍団長かわすときどうすんだっけ。かわせないのかな。うん、軍団長かわせないのか。まあ兵力はもう16万この山上軍団あるからね。多分輸送禁止になってるからかな。ちょっと待て、輸送禁止になってるからダメなのか。もう一度地図を見よう。違う、ここ、うん、こんなとこに1万7000、ここに1万2000、1万8000、まあ輸送禁止になっていたとしてもここからなんとかできんか。輸送許しちゃって、まあこの兵力ドバーンとね、一軍団に輸送してきたらもう手つけれないようになっちゃうから、そこら辺とかどうだったか忘れちゃったけど、もう本当 AI とかね、もっと賢ければすごい面白いゲームなんですけどね。よし、謙信、これで交渉、交渉授与、半兵衛と知略92以下について、よし、知略6、よし、じゃあ知略6を光秀にやろう。よし、98、これでまあ役職、これでいいな。OK、よし、人事登用、君はいいわ。よし、で、修復、改築、よし、よし、まあこの平均額はいらないんだな。駿府城移動じゃ、一覧一括選択、まあ君と、あ、ウジアスいるここに。宝の持ち腐れだよな、ほんと。まあ輸送隊長も置いておかないと。君だ。よし、決定の稲葉山城。まあいい地図だ。ここじゃ。よし。よーし。あと技術は、あ、もうできるんだな。よし、そしたら、騎馬、ちょっと待って、部署だ。適正騎馬。まず、義重と、馬場か。馬場も S ね。あと、信玄、本城はダメ。勝つ。おぶか、勝家だな。信玄とかはもうそろそろ技術研究から外したい。まあ政治ずば抜けてるけどね。まあ多少遅くなってでも信玄には戦場で活躍してもらいたい。ということは、この今の3人を、一条にまとめないと。佐竹が岩出山で、馬場は宇都宮か。で、柴田が筒井か。よし、わかった。ならばこいつらを稲葉山に持ってこよう。まずは筒井、移動。はい、いませんね。今攻めています。うわ今攻めてるのか。ウスター軍、あれ、機関して建設してるわ。お前帰ってこい。で、はい、よし、人事異動。お前は人事異動じゃ。稲葉山じゃ。稲葉山、もっと遠い方いいかな。あっち側岩出山だからな。不可視だな。よし。で、岩出山移動。まあ、君、まず君。不可視。で、人事異動の君たち。君たちはどこに行くか。清須に来るんじゃ。よし。で、あとどこだっけ。宇都宮だ。移動。馬場君。君はだね。不可視じゃ。こうじゃ。で、ここはもう撤去しても良いから。ね、平和になったからね、これ。まあ金をゆっくり作っときなさい。よし。まあとりあえずはこんな感じでいいかな。いいくねえな。再開。でこれ鉄砲、足軽、公家ね。うん、ならここはこれでほっぱっておくか。よし、そしたらこいつらも稲葉山に持っていこう。まあこれは適当に置いといて、よしいけ。よし、品種改良できたぞ。はい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 、オッケーオッケー。いやー、蜂須賀くん忠誠低いな。まずふかしまだ集まってない。そしたら建設撤去。いやー、これ違う、商人か。じゃあね、職人か。職人いらん。町並み、農村で、公家、公家はね、これいいわ。まあ姉小路くかもしれんけど、まあ来ても鉄砲矢倉もいらん。撃退即できるレベルじゃ。公家にする必要なかったな。違う、できん。まあそしたらこれ撤去じゃ。兵糧不足だからね。よしよし、これでいいわ。農村の、よし、で、まあしばらくここ見ようか。1万5000で大丈夫か。お味方が城内に突入しました。待って、激励させろ。半兵衛殿、頼みます。よし、やりおったな。我に続け。車係とか覚えてくれればいいだけで早く。やりおったな。そろそろふかしに集まったかな。もう良いじゃろ。技術騎馬 OK。こっちだ。うん、勝家馬場。はいはい。そしたら、褒美野郎、需要。政治8。これを、馬場にやろうか。うん、オッケーオッケー。これでいいな。そしたら政治上がるから多分反映されるんじゃないかな。政治2か。まあそれはいいな。あと公家とかね、今出てきましたよね。まあ公家で、官位とかもらえるんですよね。で官位もらったら統率と、政治力上がるんじゃなかったかな。うん、だから公家もまあいくつか持っといた方がいいと思いますね。で内政。建設中、OK。まず改築じゃ。で、兵糧水田と。で金がこっちか。早く公家作って忍びの里作りたい。あこれどうなった。あもうそろそろだね。ここも、うん、作っていかないといけないんだな。いやー、星買いねえ。あ、星買いねえ、ダメだ。技術。あ、これか。ここは。建設、兵糧。ちょんちょん稲葉山に行き過ぎじゃ。まあ行き過ぎでもここをバーッと作れるからね、いいけど。あとするべきことはなんだ。あ、ここ動いてるぞ。なんかよし、三戸城か。三戸城じゃなくて三戸城かな、だったかな。オッケーオッケー。よし。この軍団の中でも輸送とかね、軍団の中で輸送してくれるんであればいいんだけど、そうだったかな。だとしたらここ、沈黙守ってんのおかしいよね。これも軍団なんだよな。ただ、確実に輸送を許すにしたらこいつらパーだから、本当一軍団に輸送してくる。それは間違いなかったと思う。あ、でも任意輸送っていうのあったな。そういえば任意輸送っていうのあったぞ。そしたらあこを攻めるにはどうすりゃいいんじゃ。あとここと函館とここだから、どこから港あったっけ。こっちからか。あ、こっち通らなければいけねえから石川城に集めるようにすればいいんじゃ。よし。そしたらまず委任方針任意輸送目標輸送。よし、目標輸送で石川だ。決定にしよう。これでいいはずじゃ。うん、これで多分石川に兵集中させて、で、柴田城を攻められると。まあでも春日山城僕の軍団守ってるから、まあ大丈夫だと。うん、よし。まあこういうなんか、こういうので無理やり軍団の輸送も操らないといけないレベルですよね、多分ね、この AI は。ほんとなんか大使とか、なんかパーみたい戦略とかいっぱい出してたけど、AI をこういう革新の AI を強力にしろ。それだけでいい。本当にそれしてみろ。なんかもうブチ切れていたのは最上義明がなんか大正突撃とかいう技でね、敵陣に入り込んでボッコボコにされて負けてんですよ。あの時は本当コントローラーぶん投げようかと思いましたから、本当に本当 PS4 の生命線がかかるゲームですからね、あれは。なんすか忘れちゃった。なんすんだっけ。まあ、今は、これでいいんだな。なんか東洋いるの。ダメかダメでしょか。あ、お前。ダメですね。わかった。燃えてきたぜ。これ匠ないのかならば、多いわ。まあなるべくこういう、もうここ戦多分ないと思うけど、こういう壊れやすいとこに匠作ってもあんま意味ないんですよね。まあ台風とかだったらここ通過してたら壊れちゃうけど、まあ戦でここを攻められてきても、まあここに匠、作っておけば特殊作れねえし、何語ってんだよ。ちょっとあれ、ここ誰特殊なんで作れねえんだよ。なんで作れねえの。ここじゃねえ、ここ違う、ここ違う、これじゃ、ここじゃ。いやー、弱ったな。匠作れるとこねえぞ。水田ぶっ壊さんといかんようじゃ。忍びか。もうこんなもんいらねえんだけどね。まあまあこう水田ぶっ壊してこれ復活させるなんてアホだよね、よく考えたらね。燃やしとけよ、なんも知らん。いいわ。壊した意味がなかったっちゅうこっちゃ。はい、それではごめんなさい。はい、今回はここまでにしときます。ではまた次回お会いしましょう。またね。